あれこれ、はい、僕のファンの方、友達の方、いやだからどうぞ。ちょっとお借りして、はい、ネタ合わせさせて、ありがとうございます。すいません、お願いします。どうも、よしよし、まだ三拍子です。自己紹介しましょうか。しましょう。僕の名前が高倉涼、府中に夢中です。あ、いいですよ。いいキャッチコピーみたいな。そして相方久保田川さん、普通に夢中です。夢中じゃねえ。よろしくお願いします。めったなこと言うの。まあね、ブバイガーラ、ブバイガーラ言ってますけどね。言ってねえよ。府中の中にある駅名な。いや、ブバイガーラっていうのはね、古畑任三郎が住んでいるという設定、これがブバイガーラなんですよね。そうなんだ、知らなかった。楓通りからこう駅前のバスターミナルに行く右折禁止の道、ついつい右折して、切符切られてしまうブバイガーラです。知らねえよ。ついついそのローカルの俺あるある知らねえからあとはね、ブバイガーラ。ブバイガーラいいね。お前ブバイガールって言いたいだけだからさ、うん、いやもっと府中だからね、テーマが、はいはいはい、もっと大きななんかメジャーな情報欲しいの。ああ、府中っていうとですね、うん、競技カルタをモチーフにした漫画、ちはやふるの舞台になった場所なんです。おお、そうなんだ。なんか広瀬すずちゃんとかで映画化してたやつな、うんうん、だからね、ちょっとね、府中市のことをですね、短歌でお伝えしようかなと思います。素敵な案を思いつくの、うん、できます。やらせていただきたいなと思います。できます。駅前の五七五七七ね、イチョウ並木の遊歩道、うん、大国玉江のいざないの道。めちゃくちゃ素敵じゃない。大国玉神社っていうのがあってね、はい、そこまでイチョウ並木がすごい綺麗なのよ、うん、秋なんか特にね、うん、絵が思い浮かぶ、思い浮かぶでしょ。素敵だね。うん、ただね、これね、百人一首なんで、うん、あなた札取ってください。どういうこと、うん、いや、僕が駅前のって言ったら、うん、あなたははい、いざないの道って言ってください。知らねえよ、そんなの。うん、最後のやつ言わなきゃ。最後の7文字言ってくださいよ。そういうもんじゃねえだろ、うん、100人一首って。これが一人用100人一首ですから。いや、そもそもだけど、うん、最後のその7文字も知らないから、うん、いや、あなたロケしてきたんでしょ。いや、一日してきたけど、うん、いや、だいたい適当に府中の7文字言ったら当たるから。いや、そんなことない、うん、お前しないだろ。お前が作ってんだろ。うん、適当に言ってくれ。知らないとどうね。世界一、はい、府中競馬場。正解。世界一クレーンゲームあるゲーセン、府中はそれと府中競馬場。急に出てきただろ。札獲得しました。獲得じゃないよ、うん、なんだ、世界一クレーンゲームがあるゲームセンターがあるんですよね。794台もあるんですよ。いや、それそう、うん、いや府中はそれと、ね、府中競馬場があります。もっとある。はい、もっとあるし、お前、うん、府中競馬場って言ったからに、府中競馬場なんかもっとなんか歴史とか情報とかがあるのかと思ってたからよ。うん、武蔵野。はい。府中刑務所。正解。武蔵野。国の中心、それは府中。犯罪したら、府中刑務所。急に出てくんだよ、はい、だどうぞ。いや、どうぞじゃねえ、嬉しくねえんだよ、まあ、いや、武蔵の国と言われてるね。埼玉、東京、そして神奈川の一部の昔の呼び名、武蔵の国、それの中心地が、府中でございます。それは分かる、うん、それはさておき、犯罪したら府中刑務所に入っていただきたいなと。いや、入っていただきたいとかじゃない、情景の見える、違う、見えないよ、全然。いや、だから関係ないんだよ、上の句と下の句はよ。ちゃんとしっかり一緒にしてくれよ。サントリー、はい、ビール工場。正解。よし。サントリー、美味しいビール作ってる。どこで作ってる？ビール工場。情報薄すぎるだろ。いや、サントリーのね、ビール工場があるんですよね。いや、あるよ、府中にあるんだけど、うんうん、そしてね、松任谷由実さん の、 あの中央フリーウェイの歌の歌詞にも出てくるんですよね。出てくるよ、競馬場があってな、うん、ビール工場という短歌。いや、全然、うん、ふわふわしすぎなのよ、本当に。もっとだから、さっくり来るやつがいいの、俺の中に。府中駅。はい。高倉古墳。正解。府中駅、ブンブンブンの発車ベル。それはさておき、高
高倉古墳言っちゃったじゃん自分でそれはさておきって言い出したからさ、うん、府中駅のね発車ベルがあのブンブンブンのあのリズムになってるんですよね文字を割いてまで言いたいことじゃない、うんそれはさておき高倉古墳っていうのもあるというね、そういうことですよ、あるんだけどさ、いや非常にいい短歌を読めました。だったらブンブンブンの短歌を聞きたかったよ、そしたらよ。では最後にブンブンブン歌わせていただきます。どういう流れブンブンブンブバイガワラ、ブバイガワラいいよ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。府中に住まれてどのぐらいなんですか？29年。はい、すごい。じゃあ今漫才で出てきた情報はほぼ知ってる。半分ぐらいですね。半分ぐらい。あら、ずっと気になってるんですけど、うん、ずっとタイガーマスクの左のところに多分レシートついてるんですよね。ずっとレシートついてるんですよ。ずっとレシートついてるんですよ。生で漫才を見るの初めてですか？ああ、いかがでございましたか？楽しかったです。あ、よかった。ちなみに府中いかがでしたか？府中楽しかったですけど、あれですね、コロナが落ち着いてから来たいですね。そうね、いろいろ閉まってたりね。そうなんですよ、ビール工場も閉まってたりとか。府中で一番有名なサンマのおそばなんで。あ、さすがでございます。こちら今お借りしているお店サンマさんそうかのおそばはもう長野県茅野市から取り寄せた蕎麦粉を使いましてですね、あのそれに合わせて蕎麦焼酎の蕎麦湯割なんかを作ってたんですね。すごい、はあ、いただくことサンマの方ですか？そう、あの隠れファンですね。隠れファンです隠れてはいる、私隠れてはいるんですけど隠れすぎなんですよね。常連のね、兵野さんで、サンマのご主人ありがとうございます。ありがとうございます。長いんですかこのサンマさんは？いや、まだ4年ですよ。あ、4年、はい、移動してきたところですか？町田の方からこっちへ、あら町田から、町田市から、やり始めての常連さんで氷野さん。そうです。どういう方なんですか氷野さん？氷野さんはね、うん、名前だけあってね、ひょうきんな方です。ひょうきんの氷野だったんですね。ひょうきんでしょうね。府中市いい町でございます。いい町でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと塗りましょう。はい、府中をね、府中これね、今まで回ってきたとこを塗ってるんですよ。はい、あれ、前あったボードは何ですか？はい、このボード、すべて入ってる袋を佐野くんの家に置いてきた。佐野くん驚くよ、お前帰ったら何度こうやってつつ、はい、はい、はい、塗りました。こちらですか？はい、こちらです。でかい、だいぶ大きい。おお、なんかすごい進んだ感じある。うん、だいぶ大きい。 あそこの枠のところは、あ、それ僕が間違えました。これちょっとね、台東区まで塗りかけてた。やっぱ焦ると間違えますね。そうだね、違う。台東区をやったのは、俺らじゃなくてオードリーね。オードリーが台東区前回やってたから。やってましたね。オードリー、急なんですよね。これみたいな企画やってたね。いや、そうなんですよね。絶対この見てるよね。見ちゃいないと思うよ。スタッフさんの一人。どうしても分かんないですけどね。パクったらバレますね。え？パクったらバレます。パクってねえよ。危ねえ、危ねえ。やめろ、こっちがパク。絶対そうなっちゃうから。唯一の正義はそこなんだから。早めにやって。しょうがないで、面白いとか面白くないはもうそれじゃもうしょうがないってなるけど、うん、早いか遅いかはまた別物だから。これ、氷野さんに聞いてもらおう。ああ、じゃあもう一度。氷野さん、さんいいですか、はい、次行く場所。本当ですか？ちなみに、は15万。さあ。次行く場所、はい、ゆっくりと出ました。日の出町、あれ日の出町、初日の出町、遠い、え、遠いし、どこどこですか、ここ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 、日の出町初めて見たことある。いや、頭に鼻くせえな。日の出町、氷野さんありがとうございます。ありがとうございますじゃないよ。日の出町めちゃくちゃ遠いよ。初めての町いいですね。いや、いいです。びっくりするぐらいでかいイオンのモールがあるんだから。そうだ、詳しいね、日の出町。ヤマト忍者体験と、あとロクロ。あ、うわロクロ、ロクロで回されましょうよ。いや、回す方なんで乗ってる方だよ。いやー、そっか。久保さん、温泉あります。知ってるよ。俺実家地検だよ。ただ、日の出町の駅ってどこだかご存知じゃないでしょ、うん、あなたたちは。え、知らないです。頑張ってきてくださいね。駅ないの？日の出町駅みたいのないですか？三発前ここって、はい、はい、頼んできますんで、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。